やっていきましょう。今回マチリートですね。なんか開いたんだけど。何が開いた？読めないね。マジか、ここもか。嘘やん。わからんで、こんなとこ。一枚のリーと書かれてる。ちょっと待ってね。多分ここは結界張ってるからこの地帯には入ってこないはず。なるほど。
そろそろ来ると思う。なんか予想してた。予想してたよ。あ、やべ、やっちゃった。まだ来る？ねえ、投げな。そろそろ来るか？ん？12しかないからね。マジで12なの？適当に12って答えたら当たったんだけど。
一番最初にデミリアだったところはね、多分出てくるよ、こっから。ここ何もないんだよね。そろそろ来る？来ないわ。あ、来ない。来ないね。おっと？ちょっと待ってな。ちょっとセーブしない方がいいね。分けようか。
またそれかよ。え？あ、出られる。まあ時計だからね、時間っていうことを考えたら昨夜が一番かなと思ってたよ、確かに。ビールは。鏡合わせか。あ、めんどいなぁ。こっちか。シンスとかだる。あ、そういうことね。7時15分。7時15分ということは、16時45分か。あ、ミスった。こっちの方が早いね。あ、ミスった。あ、ミスった、こっちじゃない。
ごめん、間違えた。右やった。7時ってことは19時だからあれか。ごめん、15時。どっかに臓器落ちてないか？ん？あ、ここに繋がってんのか。これ開けといた方がいいよね、絶対。ちょっと待ってそれは聞いてないぞ、お前。クランか。うん。まだか。長い。ちょっと待って、帰る気がする。多分二進数だろうね。
どっかからドアノブパチっとこなあかんのか。やっていきましょう。さっきのね、時計のところ。ここですね。これが、二進数らしいんですね。で、1、2、3、4、5。で、さっきのは、丸一つが違ったでしょ。二進数、全部二進数だね。うん。これ1から60の時点で、0から60の時点しか書いてない時点で、時計の最大表示数から最低表示数の数しかないってことで、時計に関することしかすぐにわからない。すぐに時計に関する時計の数字に当てはめるやつにしか使わないっていうのはすぐわかると思うんです。まあ、この辺は数は余裕ですよね。で、二進数なので、これね、〇〇×〇〇〇。右の方が多分簡単だと思うんですが、ごめん、なんて書いてあった？左の一、あと5桁しか表示がないんで、一番左の0のやつは絶対0だから、まず0は切り捨てます。一番左のね。このこと考えたら、〇〇×〇〇〇っていうのは、なんて飛んだらっけ。まあいいや。うん。これがね、解いたんだけど、ちょっと短い針刺した方が早いか？ごめん、なんだっけ？ OK、カプキで、ここで安心しちゃダメなんです。ここでね、気つけてください。出てきますよ。ただし、部屋を出るとすぐ消えます。このデビル、でも、おいでキャラのデビル君？エビルアイルみたいな人？このエビルアイルは、部屋を出ると、マップを切り替えるとすぐに消えます。他の東方系の偽物系の逃亡ちゃんは、東方系は追っかけてきます。それだけですね。はい。もう出ないと思うけどな。ちょっと聞いてない。そんなの聞いてない。これ一回ちょっとこっちと巻いた方がいいか。メイリンか。来いや。めんどい。
粘土水から。オッケー、タイミングが良かった。こっちは鍵ないか。ね。多分ここでしょ。三階。うわ、だるいだるい、非常にだるいやつ。あとクリア式か。木は金を溶かし、金は木を切り。木は土の養分を取り、土は水を吸収し、水は火を消す。エルゴを先に言う。なるほどな。つか、ここめっちゃ重いねんけど。
何もできないよ。
ハーフで。あ、できるんだ。